こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では好印象を与えてくれる大人のアイテム5選というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。人によっておしゃれをする目的って様々だと思うんですね。まあ、その中でも代表的なものは自己満足を満たしたいというものですとか、あとはトレンドなんかをうまく交えながらおしゃれに見せたいというテーマもあるかなと思うんですね。その一方で他人から見られた時になるべく好印象を与えたいというような目的の方もですね、少なくないのかなというふうに思っています。やっぱりですね、目的によってファッションの正解の形は変わるかなと思ってるんですが、まあ、今回の動画では3つ目のですね、他人から見た時に好感度が得やすいアイテムというテーマで皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。まあ、今回の動画でご紹介するアイテムというのはトレンド満載のアイテムというよりはあくまで他人目線でこういったものを選んでもらえば好印象が得られやすいですよというものをですね、厳選して選んでいますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらですね、下の説明欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、早速1つ目のアイテムから解説をしたいなと思うんですが、1つ目は今僕が着てるですね、丸首のニットというアイテムなんですね。これがですね、一番好感度が得やすいアイテムなのかなと僕自身は思っています。まあ、メンズファッションの基本としてきれいめとカジュアルのバランスを取るということはすごく大切かなと思うんですが、このニットというアイテムはこの1枚だけでカジュアルときれいめのバランスが取れているのでめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。まあ、同じようなアイテムにスウェットがありますが、スウェットに比べるとニットの方がですね、折り感があって表面の雰囲気が上品なんですね。ですのでこれ単体で着てもそれなりに様になるので結構ですね、あると便利なのがニットというアイテムなのかなというふうに思っています。ただニットにもですね、様々なバリエーションがありまして、具体的には厚みによって印象が変わってくるんですね。かなり生地が厚めで目が粗いものから、一方で生地が薄くて目が細かいものまで様々なものがあるんですが、その中で特に使いやすいのが今僕が着ているような中肉厚のニットなんですね。こういったものが僕はめちゃくちゃ使いやすいかなというふうに思っています。今僕が着ているのは今季のユニクロのミラノリブのクルーネックニットなんですけども、これがまさに中肉厚なんですね。このようなアイテムだと様々な着こなしに使いやすいんですね。例えばこの上にジャケットを羽織るのもいいかなと思いますし、ロング丈のコートなんかにも合いますので、さまざまな着こなしに転用がしやすいんですね。まあ、薄いニットなんかも上品ですごくいいんですけども、薄手のニットというのは意外とですね、体型を拾ってしまうんですね。特にですね、お腹がちょっと出てる方なんかはですね、体型がそのまま出てしまうので、薄手よりも少しこのような厚みがあるものの方が結構ですね、合わせがしやすいのかなというふうに思っています。そしてこのような丸首ニットには様々な色のバリエーションがありますが、まあ、ベーシックなところで言えばネイビーですとかブラックですとかグレー、このあたりが鉄板なのかなと思うんですが、より好印象を与えたいのであれば今回僕が着ているような爽やかなホワイトですとか、あとはですね、ちょっと柔らかみが伝わってくるようなベージュ系もいいかなと思います。このような清潔感があってきれいめな色であればですね、すごく好印象が与えやすいかなと思うので、ぜひまず1点目としてはですね、丸首のニットというところを頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、今度はですね、上に羽織っているネイビージャケットというアイテムですね。これまた好印象を与えるには鉄板のアイテムなのかなというふうに思っています。よくですね、女性の方が男性のスーツ姿が好きだという話は皆さんも聞いたことがあるのかなと思っています。まあ、カジュアルな着こなしも決して悪くはないんですけども、スーツスタイルのですね、カチッとしたスタイルというのは男性のスタイルをよりよく見せてくれるので、意外とですね、異性からの印象が良かったりするんですね。たださすがにですね、カジュアルシーンでスーツを着るわけにはいかないので、その要素をですね、程よく取り入れるにはですね、今僕が着ているようなネイビージャケットが間違いなく使い勝手がいいかなというふうに思っています。ジャケットというとちょっと硬い印象を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、結構最近はですね、リラックス感のあるような素材のものも増えているんですね。今僕が着ているネイビージャケットはですね、ソロテックスという素材を使っていまして、こちらは軽量でストレッチも効いているので、めちゃくちゃ着心地がいいんですよね。ですのでかつてのスーツのような着心地があまり良くなくて、着てると肩が凝るようなものっていうのは最近はあまり多くはないんですね。ですのでカジュアルシーンでもさらりと着れるようなネイビーのジャケットが1着あるとですね、めちゃくちゃ重宝するかなというふうに思っています。
まあ、場合によってはセットアップで合わせてもいいかなと思うんですが、まあ、セットアップになってしまうとやっぱりですねビジネスカジュアル感というところが強まってしまうので、あえてボトムスは色を変えてあげてネイビーのジャケットに対してブラック系のパンツというところがすごく合わせがしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。そしてネイビーのジャケットの下には先ほど着ていました白の丸首のニットを着ています。まあ、このような中肉厚のニットであれば上にネイビージャケットを着てもギリギリ収まるんですね。ですので様々な着こなしにも使いやすいかなというふうに思っています。ネイビージャケットの下にシャツを着てしまうとやっぱりこれまた綺麗めに振りすぎてしまってビジネス感というところが強まってしまうので、襟がないものの方がバランスがいいかなというふうに思っています。ですのでネイビージャケットを着る際には丸首のニットか、もう少し暖かくなってきたら T シャツ系、これがですね鉄板なのかなと思うので、ぜひこちらもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今着ているようなロング丈のコートですね。これまたですね好印象が得やすいものなので、ぜひ皆さんにも揃えていただきたいなというふうに思っています。まあ、秋冬のアウターとして代表的なものといえばダウンが挙げられるかなと思うんですが、まあ、ダウンというのもですね暖かくてすごくいいですし、最近はですねスタイリッシュなものが増えているんですが、そもそものデザインとしては着丈が短いですし、モコモコとした雰囲気なので、あまりですね綺麗めには見えないアイテムなんですね。ですので着てるとですねカジュアル感が強くなりがちなので、こういったものもいいんですが、より好印象を与えるという意味ではロング丈のコートというものがあった方がですねより便利なのかなというふうに思っています。まあ、代表的なのは2型ですね。今僕が着ているような春ですとか秋に使えるような河川系のステンカラーコートですね。こういったものがすごく便利で使いやすいかなというふうに思っています。色に関してはネイビーですとかブラックが定番ですが、ちょっと明るい雰囲気を出したいのであれば今僕が着ているようなベージュ系も使いやすいかなというふうに思っています。一番上に羽織るものがベージュのような明るめのものだとよりですね好印象が得られやすいかなと思うので、特に春なんかはこのようなベージュ系のステンカラーコートは皆さん持っておくといいのかなというふうに思っています。一方で冬に着ていただきたいのは、これまた定番なんですがネイビーのチェスターコートですね。このアイテムもですね最近では定番になっていまして、様々なショップで並んでるんですが、まあ、特にユニクロの定番のチェスターコートが非常に形がいいので、皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、ステンカラーコートに関しては少しですねゆったりめのシルエットになっているので、ベーシックでありながらもですね今っぽい雰囲気は多少ですね味わえるのかなというふうに思っています。でオーソドックスなチェスターコートに関しては僕はサイズ感はですねジャストサイズで間違いがないのかなというふうに思っています。一番最初にお話もしましたが、目的によってどんなアイテムが正解になるのかはやっぱり変わってくるんですね。まあ、おしゃれに見せたい、センスよく見せたいのであれば、やはり今っぽさだとかトレンド感を重視するのが一番かなと思うので、サイズ感は大胆に大きくするのも良いかなと思うんですが、人から好印象を得たいという場合はですね、あまりにですねトレンド感が強すぎてしまうとなかなかそのスタイルがですね理解してもらえないんですね。ですので軸足はベーシックにした方がまず間違いがないかなというふうに思っています。その点サイズ感においてはジャストサイズか、もしくはほんの少しゆったりか、それぐらいに抑えておくとバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですけども、今僕が着ているようなパーカーですね。これまたちょっと意外性があるかなと思うんですが、意外と好印象が得られやすいアイテムなのかなというふうに思っています。これまでご紹介してきたアイテムというのはどれもですね、きれいめかカジュアルかで言ったら断然きれいめ寄りのものが多かったと思うんですが、今回ご紹介するのは断然ですね、カジュアル寄りのパーカーなんですね。ちょっと話が矛盾するように感じるかもしれないですが、意外と今回のようなフードのついたアイテムというのは好印象が得られやすいので、ぜひ皆さんにもですね頭の片隅に置いていただきたいなというふうに思っています。もちろんですねきれいめとカジュアルであればきれいめに寄せた方が素敵には見えやすいんですが、一方であまりに綺麗すぎてしまうと隙がなくなってしまうので、ちょっと近寄りがたかったりだとかキザな雰囲気が漂いやすいというデメリットもあるんですね。その点カジュアルなアイテムには親近感みたいなものが漂いやすいので、こういったものもですね着こなしの中にいくつか取り入れることができると幅が広がってくるのかなというふうに思っています。特に今僕が着ているようなプルオーバータイプのパーカーというのは最近は旬なアイテムになってまして、様々なバリエーションのものがあるんですね。中でも無地で生地の質感も上品なものであれば意外と大人の男性でも似合いやすいので、
今回僕が着ているようなちょっとですね上品に見えるようなシンプルなパーカーというものもですね、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。代表的なところで言えばユニクロ U のパーカーもいいかなと思いますし、今僕が着ているものはセレクトショップのエディフィスのオリジナルのものなんですね。ちょっと価格帯は上がるんですが、セレクトショップのオリジナルものになると素材の質感だとかデザインだとか全体で見た時の印象が大人っぽく見えるように設計されているので、意外とこういったものだと皆さんもトライしやすいかなと思うので、ぜひですねこちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでラスト5点目になるのが今僕が持っている靴ですね。まあ、靴にもですね様々なバリエーションがあるんですけども、その中で好印象が得られやすいものは何かなと考えた時に、僕の中で思い浮かんだのはこちらのレザースニーカーというジャンルですね。もちろんですね、きれいめというところを考えると革靴みたいなものがあるとすごく便利かなと思うんですが、最近はですねどんどんカジュアル化というところが進んでいまして、なかなかですね私服においてレザーシューズを履くことがですね多くはなくなっているんですね。ある程度は時代の雰囲気というところを生かした方がいいかなと思うので、スニーカーというジャンルの中で一番きれいめに見えるものが僕は使い勝手がいいのかなというふうに思っています。僕の動画の中でもですねよく出てくるようなこういったホワイト系のレザースニーカー、まあ、代表的なのはアディダスのスタンスミスですとかスーパースターだとかこういったものかなと思いますが、このあたりは使うとですね着こなしが明るくなりますし、清潔感が漂う色なのですごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。一方でこのようなブラック系のレザースニーカーですね、こういったものはより革靴のような見え方がするので、今僕がしているようなジャケパンスタイルなんかにもハマりがいいですし、何よりホワイトレザースニーカーに比べると汚れが目立ちにくいのですごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。意外と足元って先端なので目立つんですね。ですので靴がボロボロだったりだとか靴の選び方がいまいちだと一気にですね全体のバランスを崩してしまうので、今回ご紹介するようなレザースニーカーというものをどちらかでもいいので揃えておくとすごく使い勝手がいいですし、好印象が得られやすいのかなというふうに思っています。個人的にはホワイトレザースニーカーの爽やかさが好きなんですが、意外と使いやすいのはこういったブラックレザースニーカーなのかなというふうに思っています。まあ、全部真っ黒のスニーカーよりもですね、今回のようにソール部分だけはホワイトのものの方が意外とですね軽快な雰囲気も得られやすいかなと思うので、こういったものもぜひ皆さん揃えていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では好印象を得られるですね大人の5つのアイテムをですね皆さんにご紹介させていただきました。どのアイテムもトレンド満載のものというよりはベーシックで見慣れたものが多かったかなと思っています。まあ、おしゃれな方から見るとちょっと退屈に感じるようなものが多かったかもしれませんが、第三者から見た時にはこういったアイテムの方が安心感があって、やはりですね好印象が得られやすいのかなというふうに思っています。ですのでおしゃれをする時の目的次第でどのようなアイテムを選べばいいのかっていうのは全然変わってくるかなと思っています。まあ、僕自身は自己満足を満たしたいだとか、あとはトレンド感を楽しみたいという気持ちもすごくあるんですけども、やっぱり休日にですね家族と過ごす時には第三者から見られた時にもある程度安心感のあるようなスタイルをですねあえてするようにしてるんですね。一方で仕事の時にはトレンド感を意識してみたいだとか、自己満足の部分も大切しながら服を選ぶようにしています。ですので様々なシチュエーションによって服の選び方を変えてみるというのもすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、こちらのチャンネルではこれからもですね大人の男性に向けてベーシックなアイテムですとかベーシックなコーディネートをどんどん解説していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。